アグニの神は、芥川龍之介の短編小説。1921年に雑誌、赤い鳥にて発表された。タイトルの、アグニの神とは、ヒンドゥー教の日の神、アグニのことである。ヒンドゥー教の日の神、アグニ・芥川龍之介が、赤い鳥に掲載した最後の作品。1921年1月号に、前編の1から3までが、2月号に、後編の、 4から6が掲載された。芥川自身の洋話を下敷きにしたとされ、赤い鳥に発表した他の雲の糸、魔術、都市春の3編には、財源があるのに対して、自信作の改編とはいえ、純粋な創作童話である。単行本としては、やらいの花、きっかいな再会、童話集、三つの宝などに収録された。上海のある家の2階で、占い師をやっている。 インド人の老婆がアメリカ人の商人と話し合っていた。商人は戦争で大儲けをするために日米戦争がいつ頃起こるのかを占ってほしいと頼む。はじめは渋っていた老婆だが全金として小切手をもらうと愛想が良くなり自分には悪にの神がついているから占いは絶対に外れないと言って引き受ける。商人が帰ると老婆は家にいる一人の少女を呼びつけ、今夜、 アグニの神に追うかがいを立てるなどと話した。ちょうどその時、下の通りからその様子を見ている日本人がいた。日本人はなお遠藤と言い,い、行方不明になった香港の日本領事の娘を探していて、2階にいる少女が領事の娘、太エではないかと疑う。遠藤は2階に押し入り、少女を返すよう求めるが、一向に聞き入れられない。遠藤はピストルを出して、 老婆を脅すが、老婆の魔法によって、あっけなく追い返されてしまう。遠藤は、下の通りでどうしたものかと考えていたが、家の2階から太鼓が書いた手紙が落ちてくる。手紙には、おばあさんはいつも私に悪にの神を乗り移らせて声を聞くから、自分は神に取り憑かれたふりをして、自分を父のもとに返すよう求めるという計画が書かれていた。儀式が始まり、 遠藤は2階のドアの前に立って、盗み聞きをする。神の声が聞こえたが、その内容は少女を父親のもとに返せというもので、老婆は太鼓に神に乗り移られたふりをするなという。しかし神の声はそれを否定する。怒った老婆はナイフで太鼓を殺そうとするが、次の瞬間には自分自身を刺して生き返った。ドアを突破した遠藤は、太鼓に計画の成功を伝えるが、太鼓は、 自分は眠ってしまっていて、計画は失敗したという。太古は死んでいる老婆を見て、遠藤さんが殺したのかと聞くが、遠藤は殺したのはアグニの神ですと答えた。ありがとうございます。